MV アグスタ最新最強モデル F4RR コルサコルタ。ライダーなら誰もが一度は乗ってみたいバイク、 F4 の最上位モデルが日本上陸。一切の妥協を許さない MV アグスタが放つ最強モデルの実力はいかに。今週は F4RR コルサコルタの驚きのスペックをメモ犬と実際に試乗した伊丹さんが熱く語ります。先週からお送りしている MV アグスタ F4RR、コルサコルタのですねご紹介なんですけど、はい、まあ従来の F4 を、まあ、よりパワフルにしたということなんですけど、はい、そのエンジンの主にどこが違うんでしょうね。はいはい、まずですねこのコルサコルタ、どういう意味かと言いますと英語でいうところのショートストローク、という言葉が表す通りエンジンの、ボアストロークが大きく変わっています。まずですね、今までは、従来は76ミリの、ボアに対して、55ミリのストローク、こういうエンジンだったんですけども、今回、もうこれが完全に一新されて、ボアが79ミリ、でストロークが 50.9 ミリということで、もう完全に50特にストロークですけども55ミリから 50.9 ミリに変更されて、はい、これが非常に大きな変更だと思います。うわなんかもうそれだけでも結構もうそれですね、きますよね。で馬力どうなんですか。馬力がですね、これが、201馬力。ちょっと待ってくださいよ。街乗りでしょ。街乗りです、もうフルパワーで201馬力を発生するということで、レースじゃないですよ皆さん。参ったな。ただそれだけじゃなくてですね、今回大きな変更点が足回り、これが前後オーリンズになりまして、さらにステアリングダンパーもついたということで、そのエンジン200馬力を生かしきるだけの足回りも得たことで、もう格段に乗りやすさも得ているというのが変更点ですね。ですね。まあそれだけのパワーになっちゃうと、どんなにね正確な位置に重心を置いて、どんなにリバウンドもきっちりして、もうミリ単位でしっかりした足回りで OK ですよって言うけど、そんだけパワーあるとやむを得ずフロントはバンク中でも浮いてしまう。そうですね、はい、そんだけパワーあるとまっすぐでもそんだけパワーあるとやむを得ずお尻が振ってしまう。これはしょうがないところで、そうなった時にね、もともとそうならないようにしっかり作った基本設計なんだけど、それをカバーするのはやっぱり高い車種なんだな。そうですね、こればっかりは。しかもですね、そのフロントが浮いてしまう、これがやっぱり一般的なライダーにとって非常に恐怖だと思うんですけども、大パワーをオーリンズが受け止める。 でもそれでも吸収しきれないパワーはどうするかというと、トラクションコントロール、これがですね、今回さらに一新されて、8モード8モードもある。8つのトラクションコントロールのモードから選べて、さらに、なおかつマッピングの特性も、ロードとスポーツ2種類から選べるということです。ちょっと待って、エンジンの特性のマッピング、要するに、はい、エンジン、要するにもともと出力特性じゃないですか、その出力特性がそもそも2種類から選べる、2種類ある。ピークパワーは変わらないんです。ピークパワーは変わらないんですけども、そこに至るまでの特性を、より、標準的なロードモード、それからより激しいスポーツモード、この2種類から選べて、でさらにそこにトラクションの介入度を、8つのパターンから選べるというのが今回のトピックだと思います。なるほどね。今このいわゆるそのライディングのモードが変えられる、エンジンモードが変えられる、トラクションが変えられるっていうのは、本当にこういうスーパースポーツにとっては、とっても大事なあれですよね。そうですね、拡張性ですよね。もうそれモードを変えられることが一種のエンターテインメントにもなってますんで、その決して大パワーを使い切るだけのもう汗水垂らした一生懸命な作業だけじゃなくて、その変化を楽しむ、スキルとかあるいは状況によってその乗り味の違いっていうのを楽しむことでバイクとの一体感を得ていくっていうのが、最近のトラクションコントロールの楽しみ方だと思います。というわけで、なんかこうかなり、面白そうなというか、ワクワク、ちょっと期待が胸膨らみました。まあそのショートストローカーだけじゃなくて、そのモードがそんだけあるというだけでちょっとねドキドキなんですけど、さあそれを乗ったらどうなるかっていうのをですね、ぜひ来週皆さんにお届けします。お願いします。ライダースクラブ11月号でも F4RR コルサコルタを詳しく紹介、気になる方はぜひご覧ください。